皆さんこんにちは。クライストコミュニティ牧師の大橋健一です。日本の文化の中には誇るということがあまり良いイメージで捉えられていないなと思います。自分を誇ることはもちろん、自分の持っているもの、自分の経験、自分が信じている物事を誇ることも、すべて自分自身を誇っているかのように受け止められます。その悪いイメージのゆえに、たとえ誇る物事が自分に直接つながっていなくても、誇るという行為自体が敬遠されているのではないでしょうか。今日は9月7日、聖書箇所はピリピ人への手紙3章1節から11節。タイトルは、十字架で変えられた人は十字架だけを誇ります。十字架を誇るということも日本人には難しいことの一つだと考えさせられます。パウロはどのように表していたのでしょうか。御言葉より学んでまいりましょう。ピリピ人への手紙3章1節から11節。最後に、私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることです。どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ、割礼のものなのです。ただし、私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし、他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れのものです。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人。その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば、非難されるところのないものです。しかし、私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。それは、私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。私は牧師の息子として生まれてきました。父は日本では多少有名な牧師となり、私はどこへ行っても大橋先生の息子さんですかとよく聞かれました。時にはよく似ていますねとも言われました。進学校に入ると、どの先生も私の父のことを知っているので、お父さんは元気ですかとよく聞かれました。ある進学生からは、親の七光で進学校に入ってきたんではないかと言われたり、また別の進学生からは、
サラブレッドだと言われたりもしました。もちろん当の私はそんなこと何も思っておらず、むしろ牧師の息子であることに幼い頃から不自由さを感じていたものです。その立場はそんな立場だ、そう思っていました。なぜでしょうか。牧師の子供はすべてのことにおいて、すべての信者の子供たちの模範のように思われたからです。それは良い模範なら良いのですが、悪いことにおいても模範になります。つまり基準となるのです。良いことにおいて牧師の子供がしているから、私の子供もやらせようということになります。そして悪いことにおいては、牧師の子供がしているから私の子供もやっていいのだとなるのです。あなたも牧師の子供のあなたの基準にしたことはないでしょうか。それがどれほど牧師の子供たちを苦しめるかを知っているでしょうか。こんな損な立場はありません。私はなんと不幸な星のもとに生まれてきたのかと思っていた時期がありました。しかし成長するにつれ、またキリストとの関係を個人的なものにしていくにつれて、それが私の思い込みであるということも気づかされました。信徒の皆さんは私を本当に大切にし愛してくださり、牧師の子供である、しかも代表牧師の子供であり、有名な牧師の子供であることなど気にも留めず、普通に関わってくださっていたと気づいたのです。プレッシャーを感じていたのは自分の思い込みだったということです。パウロには人間的なものを頼みとし、自分の人生を築き上げていくこともやろうと思えばできたことです。いや、キリストに出会うまではパウロはそうして生きてきたのです。しかしキリストに出会ってパウロは生まれ変わりました。そして徳であったと思っていたものは持っていても何の得にもならないと知ったのです。キリストに出会ってキリストを信じる信仰によって得られることこそがパウロの誇りとなったのです。私にも人間的なことを頼みにできることがありました。しかし私はそれらを誇りとはできず、むしろ人間的に損と思っていました。ですからそれらを捨てたいと思っていました。そのような時にキリストに個人的に出会って、まさに人間的な肩書きをすべて十字架に捨てることができたのです。そしてすべてを捨ててしまったからこそ、今与えられているものはすべて神様の恵みであるということを受け入れることができるようになったのです。それは自分が有名な牧師の息子であるということも神様の恵みであるということです。そうでなければ私はキリストに出会うこともなかったでしょう。反対に考えると、自分に与えられているものがすべて主の恵みであると思えないときには、何か自分の中で人間的に誇るものがあるのではないかということです。あれは主の恵みだけれども、これは私の努力の結晶だ、主に栄光をお返しできない、捨てきれていない何かを持っているのではないでしょうか。パウロはそのことに注意を促しています。悪い働き人とはまさに人間的なことを頼みとしているのです。この世の社会的な経験は特に私たちが捨てきれない誇りではないでしょうか。主の十字架の経験とそれとはどちらが優れているでしょうか。比較にならないほど
主の十字架の尊さをあなたの誇りとしているでしょうか。しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。ガラテヤ人への手紙6章14節、私のすべては十字架にかけられ捨て去られました。それは私のものでしたから当然です。しかしキリストは自分のためにではなく、私たちのために十字架に命を懸けたのです。誇るならば私の十字架ではなく、キリストの十字架を誇るべきではないでしょうか。お祈りしましょう。十字架の主よ、あなたの十字架以上に私には誇れるものはありません。これまで持っていた物事のすべてを足しても、これから得るすべてのものを足しても、あなたの十字架には及びません。主よ、あなただけが誇りとなり栄光をお受けくださいますように。主イエスキリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。